まず、いろんな慣らし方があるんですけどね、こうでもいいですし、両方加えてもいいですし、小指でもいいですし、まあどっちでもいいんですけども、一番簡単なのはもう私はもうこのオーリングじゃないですけども輪っかにしてこの感じですね。見通しが明るいサインで、見通しが明るい、サインをそのまま口に加えて、口の中に入れて、でもう一回いきます。悪い見本です。里が愚水よ中華涙コム三線広めた犬植田弥生、もうちょっと久しぶりの、指笛講座の動画になります。本当に毎日のように指笛の動画を、見ていただいている方、そして指笛の動画を見て私の三線三昧の動画を見て三線をやる方、本当に嬉しく思います。そしてこの前はですね、本当にびっくりしていたんですけど、三線には興味がなくて指笛を鳴らしたいっていう方が、偶然に私の動画を見てました。そして偶然、まあ遠くの方なんですけどね、偶然ちょっとなんかのイベントがあってお会いしました。その方がびっくりしました。指笛のコムさんだ、びっくりって言ってましたけどね、そんなことがありました。本当に、まあ、きっかけ、いろんなきっかけありますけど、ぜひ指笛がきっかけで三線が好きになる人がもうどんどんもっと増えたらなと、そんな思いもあります。さてですね、前回の動画3つアップしたんですけども、ちょっと訂正とお詫び。私は前回、まあ早い人だったら3日ぐらい、遅くとも1週間でできますよと言いましたけども、私は自分ができたことをもうだいぶ子供の頃できていたので、すぐできる感覚なんですけど、多分私も子供ながらにも練習したと思うんですよね。今私は指を使わずに、口だけで練習してます。同じような、まあ、今だいぶ音は大きくなってきたんですけども、まあ指笛ほどまで出ないので3分の1ぐらいかな今でも。それでもだいぶ音が大きくなりました。愛犬たちを呼ぶときに、もう手を使わずに練習してます。あと車を運転中はいつも指笛吹いてます。指笛じゃなくて口笛ですね。口笛で大きくなる奏法を研究してます。私の知ってる限り身の回りに2人ほど素縁といいます、指を使わずに鳴らす人がいるんですけどね。まあ、YouTube にもアップしていますけれども、この前聞きました。どのぐらい練習したらできるのと、したらそうこう言いました。普通の人はできないと、よっぽどもうどうしても鳴らしてみたいって思わなければできないよと。2年間練習頑張ってやっと2年間でできるようになったと言ってました。私実は1年ぐらい練習してるんですけど、まだ指笛ほど大きくはあの音を出せないんですけど、もう1年続けたので皆さんをびっくりするくらい大きな音を指を使わずに鳴らしてみたいなと、思ってます。さて、まあ本当に皆さんあのコメントを見てますと、すぐできましたとか嬉しいとかやったとかできませんクソとかですね、その皆さんの一喜一憂している様子が本当に、なんか近くで見てるようなそんな感じです。さてですね、じゃあもう一回、ちょっとやってみますね。もう統一しましょうかね。輪っかの方がやっぱり私もいろいろと試してみたんですけど、練習あの音は鳴りやすいと思います。ですから輪っか、これは見通しのサインとちょっと私呼んでるんですけどね、 OK です。 OK マーク、見通しが明るいサインで、これで練習しましょうか。はい、こうまず輪っかこう組みます。そして下なんですけれども、これがベロだとします。下、はい、私はこんな風に向けてます。ベロを上に上げてます。下先を、そしてこう持ってきてます。そして空気が通るイメージですよ、空気が通る溝を作るようなイメージをしてください。でそれで軽く、もう軽くで構いません、軽くイメージは、
イメージはこういう感じですね。口笛の深くで、最初はこうなの方が多いと思うんですね。もう一回いきます。悪い見本です。この場合は舌が多分指から離れていると思います。舌をくっつけます。でちょっと慣れるまでは舌と指がくっついてるのを意識してください。どちらかというと強く押すようなイメージですね。強く密着するようなイメージと、こういう音ができたらもうほぼ出来上がってます。でその時に一気にフィッてやってみてください。やってますね。って音が出るようになります。もう一回ポイント、前回の動画とちょっとポイントが違うのは、舌と指を強く密着している意識、ちょっと強く押さえているような意識でいいと思います。でそれとこういう感じで軽くたくさんやると酸欠状態になる、なりますからね。で私は今どういうイメージで指を使わずに同じような形で鳴らすかって、これイメージですよ。指がもう口の中に入ってるイメージの空間を口の中で、舌と口で作って、こんな練習をちょっとしてるんですが、あと1年ぐらいかかりそうですね。でもここまで続けたんで私もやってみようと思います。口笛がきっかけで本当に三線始める人も増えましたし、指笛がきっかけで私のチャンネルを登録する方も非常に増えていることも承知してます。ぜひ口笛をできる方がまた今度は三線が好きになるように、そんなきっかけになると嬉しいなと思います。以上、指笛講座やゆびいた、頑張ってください。楽しんでください。いいですよ。思いっきり海とか、もうこれから夏海とかですね、行った時に、家族に指笛が合図だとかって言って迷子にならないようにですね、うちの愛犬たちはもう海行ってもどこ行ってももう夜見えなくなっても指笛を吹くと戻ってきますからね。まあそういうことでまたやーさーい。